ペニーハンミョンドオスミダ。ファンが一人もいません。ファンが一人もいません。ファンが一人もいません。負傷者がオスミダ。怪我人がいません。怪我人がいません。怪我人がいません。初等発生に파도즐거운일본어회화。こんにちは。원어민진센です。이영상을보면살아있는샘물들의천재배현샘물은있습니까있었습니까없습니다없었습니다이런배현들을멋지게말할수있게됩니다순서확인해주세요한국말로있습니다하는천재배현은일본어로두가지가있어요숨쉬고있는샘물들이있을때는이마스라고하고안살아있는물건이나개념들이있을때는아리마스라고해요과거형으로는이마시다와아리마시다가됩니다무샘물들의존재배현아리마스아리마시다는24강에서무샘물의존재배현에위문문과부전문아리마스가아리마생은25강에서살아있는샘물들의존재배현이마스이마시다는26강에서연습을했어요아직못보신분은링크붙여놓을테니까꼭봐주시면좋겠습니다그러면오늘플레이즈소개할게요첫번째플레이즈숨쉬고살아있는샘물은있습니까세부츠와이마스카가됩니다이문장을과거형으로한것이두번째플레이즈샘물은있었습니까는일본어로세부츠와이마시타가가됩니다세번째플레이즈는구전문이에요샘물이없습니다는일본어로세부츠가이마센가됩니다조사이가는일본어로가가됩니다이문장을과거형으로한것이네번째플레이즈예요샘물이없었습니다는세부츠가이마센데시다가됩니다한국말의존재표현에는있습니다이거하나밖에없는데일본어는살아있는샘물과무샘물로나누어지고있어서일본어회화를꽤잘하시는분들도많이헷갈리고어려워합니다오늘이수업을끝까지보면이마스아리마스안헷갈리게되니까끝까지따라와주세요그러면1부터4까지의블레이즈연습들어갈게요첫번째샘물은있습니까세부츠와이마스카애인은있습니까고이비토와이마스카고이비토와이마스카고이비토와이마스카아이는어디에있습니까고도모와どこにいますか고도모와どこにいますか고도모와どこにいますか좋아하는배우는있습니까好きな俳優はいますか好きな俳優はいますか好きな俳優はいますか싫어하는선생님은있습니까嫌いな先生はいますか嫌いな先生はいますか嫌いな先生はいますか유명한작가는있습니까有名な作家はいますか有名な作家はいますか有名な作家はいますか좋은멘토는있습니까いいメンターはいますかいいメンターはいますかいいメンターはいますか선배는몇명있습니까先輩は何人いますか先輩は何人いますか先輩は何人いますか친한동료는있습니까親しい仲間はいますか親しい仲間はいますか親しい仲間はいますか술친구는있습니까飲み友達はいますか飲み友達はいますか飲み友達はいますか소급친구는있습니까幼馴染はいますか幼馴染はいますか幼馴染はいますか
ほんじゃマレボギ、恋人はいますか？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 아이는어디에있습니까？子供はどこにいますか？子供はどこにいますか？子供はどこにいますか？좋아하는배우는있습니까？好きな俳優はいますか？好きな俳優はいますか？好きな俳優はいますか？싫어하는선생님은있습니까？嫌いな先生はいますか？嫌いな先生はいますか？嫌いな先生はいますか？유명한작가는있습니까？유명한작가는있습니까？有名な作家はいますか？有名な作家はいますか？좋은멘토는있습니까？いいメンターはいますか？いいメンターはいますか？いいメンターはいますか？선배는몇명있습니까？先輩は何人いますか？先輩は何人いますか？先輩は何人いますか？친한동료는있습니까？親しい仲間はいますか？親しい仲間はいますか？親しい仲間はいますか？술친구는있습니까？飲み友達はいますか？飲み友達はいますか？飲み友達はいますか？소급친구는있습니까？幼なじみはいますか？幼なじみはいますか？幼なじみはいますか？두번째플레이즈、선물은있었습니까？애인은있었습니까？恋人はいましたか？恋人はいましたか？恋人はいましたか？아이는어디에있었습니까？子供はどこにいましたか？子供はどこにいましたか？子供はどこにいましたか？좋아하는배우는있었습니까？好きな俳優はいましたか？好きな俳優はいましたか？好きな俳優はいましたか？싫어하는선생님은있었습니까？嫌いな先生はいましたか？嫌いな先生はいましたか？嫌いな先生はいましたか？유명한작가는있었습니까？有名な作家はいましたか？有名な作家はいましたか？有名な作家はいましたか？좋은멘토는있었습니까？良いメンターはいましたか？良いメンターはいましたか？良いメンターはいましたか？선배는몇명있었습니까？先輩は何人いましたか？先輩は何人いましたか？先輩は何人いましたか？친한동료는있었습니까？親しい仲間はいましたか？親しい仲間はいましたか？親しい仲間はいましたか？
술친구는있었습니까飲み友達はいましたか飲み友達はいましたか飲み友達はいましたか소급친구는있었습니까幼馴染はいましたか幼馴染はいましたか幼馴染はいましたか혼자말해보기A 는있었습니까恋人はいましたか恋人はいましたか恋人はいましたか愛는어디에있었습니까子供はどこにいましたか子供はどこにいましたか子供はどこにいましたか좋아하는배우는있었습니까好きな俳優はいましたか好きな俳優はいましたか好きな俳優はいましたか싫어하는선생님은있었습니까嫌いな先生はいましたか嫌いな先生はいましたか嫌いな先生はいましたか유명한작가는있었습니까有名な作家はいましたか有名な作家はいましたか有名な作家はいましたか좋은멘토는있었습니까いいメンターはいましたかいいメンターはいましたかいいメンターはいましたか선배는몇명있었습니까先輩は何人いましたか先輩は何人いましたか先輩は何人いましたか친한동료는있었습니까親しい仲間はいましたか親しい仲間はいましたか親しい仲間はいましたか水친구는있었습니까飲み友達はいましたか飲み友達はいましたか飲み友達はいましたか소급친구는있었습니까幼馴染はいましたか幼馴染はいましたか幼馴染はいましたか3本センムリオスミダ生物がいませんチョサラミオスミダあの人がいませんあの人がいませんあの人がいませんシルンサラミオスミダ嫌な人がいません。嫌な人がいません。嫌な人がいません。신청자가없습니다。申し込み者がいません。申し込み者がいません。申し込み者がいません。アルバイトに없습니다。アルバイトがいません。アルバイトがいません。アルバイトがいません。방문자가없습니다방문자가いません방문자가いません방문자가いません팬이한명도없습니다팬가一人もいません팬가一人もいません팬가一人もいません부산자가없습니다怪我人がいません怪我人がいません。怪我人がいません。단골손님이없습니다。常連客がいません。常連客がいません。
常連客がいません。현료차가없습니다。協力者がいません。協力者がいません。協力者がいません。혼자말해보기。저사람이없습니다。あの人がいません。あの人がいません。あの人がいません。知る사람이없습니다。嫌な人がいません。嫌な人がいません。嫌な人がいません。신청자가없습니다。申し込み者がいません。申し込み者がいません。申し込み者がいません。アルバーチゴに押すみだ。アルバイトがいません。アルバイトがいません。アルバイトがいません。反問者が押すみだ。訪問者がいません。訪問者がいません。訪問者がいません。絵に反面도없습니다。ファンが一人もいません。ファンが一人もいません。ファンが一人もいません。부산자가없습니다。怪我人がいません。怪我人がいません。怪我人がいません。단골손님이없습니다。常連客がいません。常連客がいません。常連客がいません。현료차가없습니다。協力者がいません。協力者がいません。協力者がいません。네번째플레이즈。생물이없었습니다。生物がいませんでした。저사람이없었습니다。あの人がいませんでした。あの人がいませんでした。あの人がいませんでした。知る사람이없었습니다。嫌な人がいませんでした。嫌な人がいませんでした。嫌な人がいませんでした。신청자가없었습니다。申し込み者がいませんでした。申し込み者がいませんでした。申し込み者がいませんでした。アルバチゴに없었습니다。アルバイトがいませんでした。アルバイトがいませんでした。アルバイトがいませんでした。訪問者が없었습니다。訪問者がいませんでした。訪問者がいませんでした。訪問者がいませんでした。絵に反面도없었습니다。ファンが一人もいませんでした。ファンが一人もいませんでした。ファンが一人もいませんでした。부산자가없었습니다。怪我人がいませんでした。怪我人がいませんでした。怪我人がいませんでした。단골손님이없었습니다。常連客がいませんでした。常連客がいませんでした。常連客がいませんでした。협력자가없었습니다。協力者がいませんでした。協力者がいませんでした。協力者がいませんでした。혼자말해보기。저사람이없었습니다。
あの人がいませんでした。あの人がいませんでした。あの人がいませんでした。싫은사람이없었습니다。嫌な人がいませんでした。嫌な人がいませんでした。嫌な人がいませんでした。新천자가없었습니다。申し込み者がいませんでした。申し込み者がいませんでした。申し込み者がいませんでした。알바직원이없었습니다。アルバイトがいませんでした。アルバイトがいませんでした。アルバイトがいませんでした。반문자가없었습니다。訪問者がいませんでした。訪問者がいませんでした。訪問者がいませんでした。絵に反面도없었습니다。ファンが一人もいませんでした。ファンが一人もいませんでした。ファンが一人もいませんでした。부산자가없었습니다。怪我人がいませんでした。怪我人がいませんでした。怪我人がいませんでした。단골손님이없었습니다。常連客がいませんでした。常連客がいませんでした。常連客がいませんでした。현료자가없었습니다。協力者がいませんでした。協力者がいませんでした。協力者がいませんでした。전리를할게요。오늘은숨쉬고살아있는샘물들의존재표현있습니다는일본어로이마스가되는데첫번째블레즈는이마스의미문문이었어요샘물은있습니까는일본어로세부츠와이마스가였고요이문장을과거형으로한것이두번째블레즈샘물은있었습니까는일본어로세부츠와이마시다가가되었습니다세번째블레즈는살아있는샘물이없습니다있습니다의부정문이었습니다일본어로세부츠가이마셈였고요이거를과거형으로하면네번째블레즈샘물이없었습니다세부츠가이마셈でした가되었어요오늘도끝까지함께공부해주셔서아리가또ござい ます앞으로도쉽고재미있는수업많이나갈테니까구독좋아요부탁드려요인스타그램과네이버블로그에서도기다릴게요그럼다음시간에또만나요안녕